韓国メディアはソウルの繁華街イテウォンでおよそ50人が心肺停止の状態になっていると報じました詳しい状況は分かっていませんがハロウィーンに向けて若者ら大勢の人が集まっていました圧迫事故が起きた可能性があるということです